自分は J3 も少し出て、J2 も少し出て、で J1 も出てっていう形なんですけど、まあ、J1 の舞台っていうのは本当に緊張感もあるし、やっぱり個の能力が本当に高いなっていうのが、その試合出ての感想だったんですけど、まあ、自分やれるなっていうふうには少し思ったっていうのもあります。何も喋らないんだけど。いや、それは困るな。いい質問があったら。キャンプも終盤に差し掛かったけど、どうですか、改めて横浜FCの感想は。改めて横浜FCの感想、感想入ってきての、ね、印象だな。まあめっちゃ練習みんなしっかりやるし、雰囲気もいいからすごい楽しんでます。初めての、まあ、レンタルはあったけど完全移籍してみて、気持ち的にはやっぱ違う、レンタルとは完全だと。まあそうですね、まあ、リセットする気持ちで来たし、また一から頑張りたいと思ってるんで、そういう気持ちが強い分、全然レンタルとは違う気持ちで今臨んでますけど、さらに高くしたいの臨んでますけど、まあ関東にがっつり住むのも初めてなんで、そうだね、そこは不安ですね。不安なの？不安です。三宮が懐かしい。
いや、まあ、懐かしい言うても1ヶ月前に住んでたでもまあ似てるって聞くし、うん、横浜楽しみやけど、横浜と神戸が港町同士で、あ、そうやな、あ、そっか、それは楽しみやな。今、赤いアシックスのスパイク履いてるけど、青のアシックスは、いや、頼む予定は。いや、青が多分、なんか今日、今日入ってたよ。今日入ってた。白青でしょ？白。白で、水色っぽいやつや。でもそれ多分、アシックスの人が気ぃ利かして、スパイク買うんで。へぇ。全然スパイクとか履き潰すタイプやったから、赤でずっと持ってたやつ。変えたいなと思ってたけど、キャンプ行ってからスパイクお願いしますって頼んで、それが今日届いてたから早速ぶっつけ本番で入ってぶっつけ本番やすごい。まあでもまあ形は変わってないから、もうちっちゃい頃からずっとアシックス、いやアシックス今5年目ぐらい、5年目、あ、それまでは、それまでは水の入ってた、あ、高校の時はまあアディダスも入ってたけど、高2ぐらいから水の、でもみんな結構選手がくれるんじゃない、そのサイズは選手とか。サイズがね、あんまないんだよ。何センチだ ?6 か 6.5 ぐらい。いや、結構椅子やけどな、それぐらい。もっとちっちゃいんだよね、5.5 とか。俺 4.5。いや、俺が結構もう、少年団とか行ってスパイクとかプレゼントしようと思ったけど、俺のやつ、入るやつがいないっていう、ほとんど。みんな小学校5年生でも6班とかやから。いえ、すごい。ああ、でかっ。みんなでかいよ、今時の子は。うん、かみちゃん、スパイク持ってるよ。昔のね。な、何持ってるの ?F50。F50? アディダスの。アディダスの。めっちゃ古ない。うん、古いよ。だいぶ、あの、シュンさん。十何年前じゃん、そう、シュンさんが入ってた。すげえ。え、それ何もらったってこと？もらってない、もらってない。自分で買ったの？うん、自分で買ったけど、あれ取り替え式じゃん。取り替え履いてるの？そっそうだけど、高校の時に買って、取り替え式あんま土だったからさ、うん、使う時がなくてさ、そのまま綺麗に。じゃあ高校の時のやつ今履いてるの？そう。大丈夫？全然全然綺麗に。するやろ、だって。あれなんか生地がさ、革じゃないからさ、全然持ち上げない。ソールの部分と取れたりせえへんの？全然せえへん。広報だからね、そんなガッツリするわけじゃないから。ガッツリする。広報でスパイク履いてる人とか見たことない。普段履いてないじゃん、俺ちゃんと。何週や。てか、トレーナーでスパイク履いてるのも初めて聞いたけど。お隙間にこんなのトレッシュやろ。うん、そうだよね、何週、いや、まずマネージャーのスパイク履いてくる、あいつらは好きだからね、2人とも好きなの、うん、アミも好き、アミも好き、それで 10足ぐらいをキャンプに持ってきてるからね、アミ、アミで言うとも、うん、お互いが、お互いが好きだ、好きだから、好きだからって言っても何するんですか、同じ、毎日同じスパイクは履きたくないっていう、マジで見てればみんな毎日違うからね。で、毎日磨いてる。多分磨いてると思う。俺も磨きたいんだけど、磨く道具とかあるかな？あ、あるよ。自分でやりたい。それでも何かに考えてる。いや、自分でやりたい。ああ、じゃあ、トッキーもある。わがままだ。一応さ、そのキャンプの荷物入れるときに、入れといてっていうか、渡したやつに磨くやつ入れといてんけど、何飲むの？あれ？置いてかれてます。いや、それもないと思う。ちょっと中田に言ってスパイク好きなんや、そうなんですよ、アミも好きなんや、中畑が好きってのは昨日聞いてたからさ、取れたがないからこっち来たんすよ、お、言われてるで、ケイジロは取れたがないから俺んだけやなってはい、やべち、はい、やべちはい、
ンプどうでした？宮崎キャンプ飛行機バーって来てほしいね。そういう欲しいっすね。ちょっとさっき通ったね。キャンプは疲れたね。動いてるわけじゃない。